昭和14年10月1日日曜日、いつものように家内の代わりに夕飯を作る。今日は一日晴れて過ごしやすい日だったが、気分はそれほど晴れやかではない。ドイツはとうとうポーランドのワルソーを陥落させ、今度はイギリスと戦火を交えている。日本も戦争、欧州でも戦争、もうあっちもこっちも戦争である。こんな暗淡とした気持ちをいかにすべきか考えてみてもろくに思い浮かばない。子供もおらぬし、ちょっと油断すると日曜は無意に過ごしてしまう。無意に過ごすと夕飯を作るのも億劫になる。いけない。溜まった新聞整理をしてのらりくらりとしながら、やっとのことで家内の婦人雑誌を手に取る。今日は三色白あえサンドイッチとフルーツサラダにした。子供じみた料理に思えるが、いかんせん他の料理には触手が動かなかった。夕飯にパン、そんな日があってもいいじゃないか。ではこしらえよう。五人前で豆腐は半丁。迷い橋ならぬ迷い包丁もよくあることなり。週に一度しかやらぬから致し方なし。細かく切って2時間ほど水気を切る。決して絞ってはならない。絞るとせっかくの豆腐の味が損なわれるとのこと。人参は5センチメートルほど使う。最終的にはさいの目に切るが、まずは茹でやすいように細く切っておく。インゲンも最終的には細かく切る。その時に大さじ5杯分あれば良いようである。これも塩茹でするので筋を取っておく。まずは火の通りに時間のかかる人参から。人参が柔らかくなれば頃合いである。リンゴは1個半と雑誌に書かれているが、大きめのものが手に入ったので1個にしておく。これも細かく切るのだが、くし形に切ってからさいの目にすると甚だ効率悪し、もっといい切り方はないものか家内に聞いておこうと思う。次に白酢を作る。白いお酢と書いて白酢だ。ごまを大さじで山盛り 2、3杯。フライパンで空入りする。いい香りが立ってきたところですり鉢でする。それほど細かくすらなくても良いようである。水を切った豆腐を入れてする。続いて砂糖を小さじ山盛り 2、3 杯加えてする。西洋酢を小さじ 2、3 杯落としてまたする。塩を小さじ3分の2ほど入れて味を整える。塩味がきつすぎたり酢がきつすぎたりしないよう、よく調和した薄味に仕上げなければならないとのこと。調和とは難しい注文なり。白酢の完成である。これをマヨネーズの代わりに使う。そう、これはつまり代用料理なのだ。
空になったすり鉢に味噌を小さじ2杯入れてする。そこへ先ほど作った白酢を3分の2戻す。再びすり合わせる。これを人参とインゲンにそれぞれ和える。さあ残った白酢だが、これは細かく切ったリンゴと和えて砂糖を小さじ1加える。甘いリンゴのサンドイッチには味噌の入っていない白酢を、インゲンと人参には味噌の入った白酢を使うということである。これで3色の白和えが出来上がった。それぞれパンに挟んでいく。今回はマヨネーズを使わない代用料理だと言ったが、家内の婦人雑誌を見ると今月は代用料理特集だった。魚や肉は我慢して、15の国民は豆腐でタンパク質を取れということである。卵を使わない豆腐茶碗蒸しだとか、ひき肉を使わない豆腐コロッケだとか、想像すればするほど食指が動かない。その中でサンドイッチならパンに挟むだけだし簡単だろうと、いささか前向きになれたということである。果たしてマヨネーズも手に入らない状況になるのかわからない。それにしても今は車を走らせるにもガソリンの代わりに薪を使うくらいである。あらゆるものを代用してごまかしごまかしやらなければならない。うん、見た目は悪くない。次に付け合わせのフルーツサラダを作る。リンゴやバナナ、パイナップルの缶詰などをお好みでということだが、今回はバナナを使おうと思う。さっきのリンゴが余っているので、同じくらいのサイズに細かく切る。セロリは生のまま細かく刻む。小さじ1杯から3杯程度あればいいそうだが、小さじ1と3では結構な違いである。はっきりさせるべきなり。料理するようになって気がついたが、セロリは潰してから切ると繊維が目立たなくて食べやすい。ここで再び白酢の出番である。もちろん味噌の入っていない白酢である。ここに切ったフルーツとセロリを入れる。セロリは味も引き立つし栄養も加わるから良いそうだ。入れた方が良いというものは積極的に入れるべし。三色白和えサンドイッチとフルーツサラダの完成だ。インゲンの緑、人参の赤がなかなか綺麗である。思っていたより悪くない。マヨネーズを使わなくても豆腐とお酢でそれらしくなるものだと感心した。それぞれ歯ごたえも違っていて面白い。しかしリンゴの白和えは改善の余地ありか。リンゴとゴマがどうも噛み合っていない気がする。サラダも同じく。セロリは歯ごたえも心地よく良い仕事をしているが、ゴマがいささか主張しすぎである。今度作る時にはフルーツにはゴマを入れない白酢を合わせようと心に決める。しかし家内には思いのほか評判が良きよう、作った甲斐があった。ごちそうさま。